このままじゃ海に行って水着になるなんてとても。着るの？これ時計や？違うな、こっちか。一般の家やった、普通に。どうも。お、いらっしゃい。ようこそ調子堂へ。おじいさんそのまんまじゃね。え、調子堂のおじいさん？でもここって60年前のはずじゃ。なんじゃなんじゃ、まるで幽霊でも見たような顔をして。もしかして調子堂のおじいさんって妖怪やったりする？ご先祖さんですかね。似すぎ。あのおじさん、文明って男の子のこと知りませんか？文明？知らねえな。そうですか。流行セルロイドフレーム。それにしてもお前なかなか面白い時計をつけてるな。妖怪ウォッチのことですか？あ、その時計を見れば見るほどわしの職人魂がうずいてくるわい。よーし、その時計に負けんくらいすっごいやつをこれから作るとするか。これは歴史が変わりよったりせん？文明ではなく普通にこのおじいさんが初めての妖怪ウォッチを作るっていう。ダメだ、全然進まん。あ、部品が足りんけん。ダメだ、熱さが足りんのだ。わしの体と心をもっと熱くする何かが。おのれ、こうなったら。てかこの時代のこのおじいさんも普通に妖怪は見えとんかな。ジバニャン何やってんだ。なあお前、これも何かの縁。わしの頼みを少し聞いてくれねえか。え、頼み？ああ、実はとんでもなく辛い唐辛子を探してきてほしいんだ。わしの体と心をもっともっと熱く燃え上がらせるやつをな。なんかすごい熱気ですね。これは断りづらいですよ。わかりました。私探してきます。おう、ありがたい。だがな、わしはかなりの辛いもの好き。その辺にある唐辛子じゃ満足せんぞ。もう桜町中の激辛グルメは全て食い尽くしておるからな。うん、これは手強そうですよ。この時代にもそんな激辛グルメみたいないっぱいあったんかな。桜町中のお店を回ってもお目当ての唐辛子が見つかるかどうか。どうしよう。あ、私ひらめいちゃいました。桜町がダメなら桜ニュータウンです。ジバニャン全然興味なさそう。現代へ戻ればこの時代では出回っていない辛い唐辛子が見つかるかも。なるほど。あ、そうか、唐辛子といえばカレーでよく使われるスパイスです。桜中央シティにあるカレー屋さんとか行ってみるといいかもしれませんね。ジバニャン眠そう。桜ニュータウンか。どこに行けば。ごめんなさい。待って、自分家はどこだ。これあれよね、ですよね。雲外鏡はメニュー画面からじゃいけんもんね。嘘。ってことは雲外鏡を使うには普通に家に一旦帰らんといかんっていう感じよね。え、家ってさ、あれよね、一旦駅に、あれどっから入るんやっけ。一旦ぐるーっと回らんといかんのかな。あっちか。めっちゃめんどくさいやん。普通現実やったらこっちからだって入れるやろやき。これは現実じゃないけんあれやけど。え、駅前とかにおらんの？雲外鏡いないっすね。なんてことだよ。汽車に乗るには乗車券が必要です。熊本村。はい、結構するな値段。え、リアルでもそんな感じ？いや、でも電車もっと安いよね。え、違うんかな？電車代とかも上がっとん。子供の頃しか乗ってないけん、もう全くわからんねやけど。そんなする？熊本村に到着。駅前にあったっけ？あ、ある。ぽーい、あった。こっちのは何？こっちも雲外鏡か。なるほどね。時代の行き来はこっちやったよね。ハケピローン。OK。
現代にワープしちゃう感じ。はい、オッケー、ご会長。怖い、吸い込まれていくの。え、あれってさ、周りの人にはどういう風に見えとんやろ。あ、で、ここのも、あ、まだ起こしてない雲外鏡。ペローン、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。雲外鏡が目を覚ました。この場所にワープできるようになったってことで、ワープします。待って、こんだけしかないわ。待って、こんだけしかない、つらー。めっちゃ外の景色見よる。かわいい。ん？なんか、ギター漏れぞ。へへ、面白そうな人間発見。ゲゲ、なんですかね、一体。ちょうど退屈してたんだよね。暇つぶしに付き合ってもらうよ。やめてくれよ。なんか自分の姿が見える人間が、パッと見てわかるのか、こいつら。これって逆向きにも行けたんかね。え、待って、どこだ？そこ。マジでこの時計合わせるのめっちゃ苦手なんやけど。いけいけー。地味な一発。我慢すんなって。あ、待って。HP1 で耐えんなって。いけ、突っ張りメンチ。あれ、やっつけたんかと思った。違うんや。あれ、1で耐えとった、もしかして。また勝利ー。てか電車広くね。横幅めっちゃ広くね。あんなんやっけ。今日はこの辺にしとこうか。まあまあ楽しめたよ。それじゃ、かっこ悪いな。いやー、災難でしたね。中にはああいった困った妖怪もいるので気をつけましょうね。次は谷合。長い。アイラちゃん、私を見て気がつくことがありませんか？何もないけど。え？いや、特にないけど。え、本当ですか？いや、でも気づかないはずが。どうしようかな。でもバレる前に自分から言った方が。何ブツブツ言ってるの？わかりました。言います。言いますよ。なんか深刻そうだけど。私実は、この夏で2キロも太ってしまったんです。知らない。てか妖怪って太るん？まあ確かに太っとる妖怪はおるけど、あれはもともとそういう個体なのではなく。キャー、恥ずかしい。てか元から丸っこいフォルムやけんよくわからん。びっくりするぐらいどうでもいいよ。ウィスパー、重さとかもあるんかな。なんかめっちゃふわふわ浮いとるけど。いやー、そんなことないでしょう。この愛されボディが2キロも。このままじゃ海に行って水着になるなんて。とても着るの？いや、ウィスパーのことなんか誰も見てないよ。というか見えないよ。っていうか、もともと裸じゃん。さすがにちょっと怒ったかな。確かにアイナちゃんの言う通りですね。私、人の目なんか気にせずに生きていくことにしますよ。立ち直りが早い。次はおさらぎ。まもなくおさらぎ。おさらぎ？キサラギじゃ、キサラギとかやろうなかったっけ？気のせいか。おりません。ん？なんだ？え、なに？怖い怖い。え、怖っ。奇遇ですね。え？ここで出会うのも何かの運命。そう思いませんか？え、怖すぎ怖すぎ。小学生にそんなこと話しかけてくるやつ。ちょっと何言ってるかわからないです。あなたは自分に自信を持っていますか？心の底からの自信を。そうですよね。今の時代、なかなか自分に自信なんて持てない。私もそうでした。
なんか席が空いとったとしてもさ、妖怪が見えずに。まずなんか話よる内容を置いといて、まず小学生の向かいの席に座ってくる大人の男ってめっちゃ怖くない？小学生じゃなくてもやけど、この形のとこってなんか空いとったとしても身内しか座らん感じが。でも私はこの本を読んで変わったんです。あなたにも差し上げますから、どうぞ読んでみてください。いえ結構です。まあそう言わずに、ほら、真面目に生きるを手に入れた。あ、それを読めばあなたも明日から人生バラ色ですよ。それではまた。ありがとうございます。てか断っても怖いよね。それノーコメント。もっとなんか言うことない？ウィスパーとジバニャン。あ、やっと着くやん、福の宮。ここで、あれやろ、中央快速線に乗り換え。福の宮駅に着きましたね。ここで降りましょう。各駅停車マジでめっちゃだるいね。ここから、中央快速線に乗って、桜中央シティに。中央線に乗らんように気をつけんとね。また各駅停車されるよ。もう景色が全然違うね。都会になってきたよ。この快速線では何も出てこんのかな。ちょっとしたミニイベントみたいな。めっちゃこの時間無駄じゃね。快速線ならちょっと一瞬で終わってくれんかな。それ現実では快速線といえども時間はかかるのわかるけど、ゲームなのにスキップみたいな機能はないんすか。桜中央駅に着きましたね。ここで降りましょう。よし。おお、都会だな。この桜、こっちか。桜中央シティで、違う、桜中央シティでじゃないよね。なんかあれか、妖怪を探す、妖怪じゃない、人間を探すんやったっけ。そういえばあの監督にもなんか話しかけとったよね。なんかすっかり忘れとったけど。桜中央シティ、桜ニュータウンに向かうんやっけ。どこに向かえばいいんだ。カレー屋さんって言ったよね。これはハンバーガー。信号。は。信号って自動的には変わらんのかな。いや、変わるよね。変わるよね。どこに行けばいいんやろ。この辺、飲食店、ほろ酔い、スナック、カレー屋、カレー屋混ざった。これ屋とカレー屋があった。混ざった。店の看板は新しくしたんだ。どうだい、美味しそうに見えるだろ。でも今まで使ってた古い看板が邪魔になって困ってるんだよな。君なんだか美味しそうにしてるね。というか欲しいでしょ。いらんよ看板とか。スパイスをくれ、スパイスを。いやいや、押し付けてるわけじゃないって。君が欲しそうにしてるからあげるんだ。カレーの看板を手に入れた。ここで、辛い唐辛子を探してるの。ああ、仲間仲間。実は私も激辛マニアでさ、辛いものが好きすぎてここで働いてるの。ちなみに私のおすすめはこれ。試してみてよ。やばいくらいハマるから。やばねろ。なんかもう形からしてやばいけど。ありがとうございます。本当に辛そうな唐辛子ですね。見てるだけでヒリヒリしてきます。では、調子丼店主に渡しに行きましょう。でもあれをね、時代を超えて買ったけんさ、その時代に、あっちの時代では売ってないってことやろ。なんか辛いもの好きって言ったけど、これで調子堂のおじいさんに渡して、めっちゃうま、これ今度からも欲しいな
って思ってもその時代では買えんわけやん、かわいそうに。